応曲がり屋では3000個展示しております。皆さん生き生きと作品作りに頑張っております。今年はこの小学生のミニ鯉のぼりの反響が大きいですね。初めてでしたので、50センチほどのね小さな鯉なんですけど、これが大きく成長してほしいと思います。まあ大変だったんですが、しばらくそうだよね、大変だったのかなと思うけど。